注目のカードが間もなく始まります。鹿島アントラーズが浦和レッズと対戦します。サッカーファンの皆さん、お待たせしました。大勢のサポーターが押し寄せたスタジアムはサッカーにもってこいの天気に恵まれています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、鹿島アントラーズが浦和レッドダイヤモンズと戦います。親善試合とはいえ選手たちはやる気にあふれているようですね。これはなかなかの勝負になるんじゃないでしょうか。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。福西さん、442のフォーメーションでしょうか。はい、センターハーフを1人、オフェンスに割いた形ですね。いわゆるトップ下に位置する選手の能力が非常に重要になります。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。これは攻撃的な4-5-1です。前線の選手の役割が重要です。いやー、今日の試合も楽しみですね。そうですね、いい試合を期待しましょう。アントラーズといえばブラジルとの関わりが強い印象があります。ジーコが印象的ですが、このチームは他にも数々のセレソンが加わっています。鹿島アントラーズのキックオフで試合開始です。ロブで裏を狙います。ここでインターセプト。前に進んでいます。チャンスにできるか。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。関根貴弘、伊藤、酒井、レッツが攻めに出ます。パスを難なくコントロール。決まれば1点リード。このシュートは枠を外れました。完全に決まると思ったんですが、狙いすぎたんでしょうか。関根貴弘、ドリブルで果敢に攻め込みます。フィニッシュまでは持ち込めず、ボールは相手チームへ渡りました。このパスはダメでした。通りません。激しく競り合っています。相手ボールになります。高いボールで裏へのパス。視線が中にいった。さあ出すか。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。酒井、岩波拓也、この位置でインターセプトします。
じっくりとパスを回しています。ゴールをこじ開け均衡を破りたいところ。危ない場面でしたが相手の攻撃を断ち切りました。泉龍二、中を確認したい。これはクリアしきれないか。アントラーズが攻める。シュートはブロックされました。深くえぐってから折り返した。入った。ゴール。ホームチーム先制。ダービーマッチの先手を取ったことでスタジアム中から大歓声が沸き起こりました。映像が来ました。ここでマイナスのボールをよく通しましたね。フィニッシュも完璧でしたね。ニアサイドのポスト際を狙って見事に決めてきました。これは見事なパスカットです。鹿島アントラーズのうまいパス回し、チャンスを伺います。来た。おっと、これを止める。キーパーのファインプレーです。あのシュートに反応できるなんて大したものですよね。今のは素直にキーパーを褒めましょう。コーナーからエリア内へ。ボールをクリアしました。何をしてくるのか。サイドをえぐって中を見る。マイナスのクロスで折り返します。ゴール。これで2点差。リードを広げます。映像が来ましたね。攻め込んでからのマイナスのパスが効果的でした。この距離なら外す方が難しいでしょう。落ち着いて決めましたね。ここまでのポゼッション率を見れば鹿島アントラーズがボールを支配していることが分かります。狙い通りのサッカーを展開できているようですね。このパフォーマンスを維持できるならさらにチャンスを生み出せるんじゃないでしょうか。中の味方にいいクロスが入ります。攻撃の流れを切ります。素晴らしいスキルですね。タックルで止めに来た。三沢健斗、鹿島の攻撃です。中に入れてくるか。ここから狙うのか。ここで取り返します。伊藤、関根貴弘、ゴール前までは行くのですがそこでボールが止まってしまいます。いい位置です。決まれば1点差。絶好のチャンスを決めきれません。福西さん、今のが入っていれば1点差でしたね。はい、
そうなっていれば追い上げていくモチベーションも上がったんでしょうね。とにかくこういうチャンスを無駄にしてはいけません。これでアディショナルタイムに1分が追加されました。チャンスにできるか。ここで攻撃を止めます。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎えます。どうも今一つですね。実力がある選手ですから不本意でしょうね。連携の問題があるかもしれませんが、まずはチャンスを作ることですね。そのためにはいい場所でプレーに絡むこと。今はビハインドの状況ですから、これまで以上に努力が必要。後半のキックオフは浦和レッズから。関根貴弘、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。泉龍二、安西光輝、インターセプトします。いいボールが出ました。チャンスにはつながらなかったようです。鈴木優真、これはナイスインターセプト。通っていれば危ない場面でした。伊藤、ボールを回してチャンスを伺います。浦和の攻撃です。チャンスになりそうでしたが、ここで相手ボールとなりました。さあどうする。ディフェンスが素早く対処しました。タックルが決まりました。ボールを取り返します。安西光輝、ポゼッションを取り返す。ボールを素早く戻します。狙ってきた。未だ1点を追う展開ですが、このいい流れを追加点につなげたいところでしょう。映像が来ました。細かくボールをつなぎ、ディフェンスを崩していきます。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。スルーパスをカットし、危機を回避しました。ギリギリで追いつきましたね。ボールをキープしました。このパスは通さない。安西光輝、泉龍二、ボールを回して攻撃の機会を伺っています。
中にスペースがあります。ここは何か仕掛けてくるか。ではゴールシーンをリプレイでどうぞ。ボックス内で冷静に左を狙いましたね。このまま試合を終わらせることができるでしょうか。選手の交代です。エリア内へ向かうか。コーナーは手前でカットされました。この位置からチェックされています。関根貴弘、ここから狙うのか。このシュートで追いつけるか。関根貴弘、入った、ゴール。これで同点です。2点のビハインドから追いつきました。こうして見ても見事なフィニッシュでしたね。ゴール付近からのシュートにはキーパーもノーチャンスでした。これは見事なパスカットです。サイドを変えました。味方がフォローに来ています。これは勇気のいるタックルです。終盤に巡ってきたチャンス、勝ち越しゴールもあるか。これは見事に奪いました。クロスを狙ってくるか。タックルで止めに来た。鈴木優真、前に運んでいます。鹿島アントラーズのうまいパス回し、チャンスをうかがいます。試合終盤に向けてホームチームを応援する声が大きくなっています。果たして勝ち越せるでしょうか。どうなるかは分かりませんが、最後まで大きな後押しがあります。戦う姿勢を見せてほしいですね。もうあまり時間がありません。勝ち越すためにもこの攻撃をうまく生かしたいでしょうね。タックルで阻止します。相手のチャンスを潰しました。泉龍司、試合を止めていた分アディショナルタイムが2分追加されます。どこに入れてくるんでしょうか。ここでレフリーの笛が鳴ります。90分の戦いを終え、勝負に決着をつけることはできませんでした。